沼田町は北海道空地管内北部にある町、空地地方北部、宇流川の北岸に位置する。町南部は平野で、三方は山に囲まれる。2015年国勢調査によれば、以下の集落は調査時点で人口零人の消滅集落となっている。当地の開拓は1894年に、富山出身の大樽の米国省。 沼田木三郎が本願寺農場、開墾委託株式会社を設立し、ホロ新立別川流域の開墾を始めたことに始まる。加えて、現在のルモイ本線となる鉄道が1910年に開通した際に沼田所有の農場内に駅が設置されたことから沼田駅と命名されており、その後の1922年には自治体名となった。基幹産業は農業。 強制駐在所。石狩沼田駅急 j r 北海道バス石狩線及び、北海道中央バス路線で、国鉄殺傷線1972年廃止区間大体の北流線と、旧北空地バス路線の更新線は、デマンドバス化を経て2018年6月1日バス路線廃止。同日より、沿線住民向けの乗り合いタクシー化されている、エビ島駅。 右側が駅舎で、左側の建物は、ドラマ、スズランのセットであるホロ新地区、エ島地区後が、山地区、北流地区、沼田市街地区。ありがとうございます。